こんにちは。牧先生、今日は何を作りますか？はい、今日は冷製ジェノベーゼパスタを作っていきます。はい、冷製といったらもう夏にはね、持ってこいのワードですよね。はい、今日のジェノベーゼパスタはバジルをたっぷり使ったソースの作り方と、はい、あとは冷製タイプのジェノベーゼパスタご紹介していきたいと思います。はい、皆さんも一緒に作ってみてください。材料はこちらになります。レシピは YouTube 概要欄にも載っています。 Instagram でも公開しますので、こちらもぜひチェックしてください。はい、では牧先生お願いします。お願いします。まずは早速ソースから作っていきますね。はい、はい、何でしょうこれ。木の実。木の実。松の実。松の実そうです、松の実、はい、これが入るとね、またコクも出て美味しいソースになるので、はい、もしなければ他のナッツとかで代用してもらってもいいんですけど。他のナッツっていうと、なんかくるみとか、カシューナッツとか、うん、でもいいんですけど、最近あの中華材料のコーナーとかにも松の実置いてたりするので、はい、もし見つけたら使ってみるのもいいと思います。はい、おすすめです。はい、じゃ あ早速今日はミキサーで作っていきますので、はい、バジルを入れる前に他の材料を、はい、入れてしまう。はい、合わせて入れていきましょう。じゃまず、はい、ニンニクから。この方でいいですか？はい、はい、もしニンニク大きかったらカットして入れてください。はい、はい、じゃあとは松の実、松の実入れます。はい、はい、でオリーブオイルが 100cc。 100cc、はい、はい、結構たっぷりめなんですけど、はい、たっぷり。ミキサーってあの水分ないと回らないので。あ、そうですよね、確かに。そうそうそう、だからソースの分量は作りやすい分量になっています。はい、はい、あとお塩。お塩、はい、今も全部入れちゃっていいですか？入れていいです。はい、はい、じゃあまずはこの状態で一度攪拌していきます。はい、よし、はい、いきます。スイッチオン。どうしてもニンニクが細かくなりづらいので、ここにはもうしっかりめに、しっかりめに、はい、はい、気持ちで全然長めでもいい。そうですね、はい、じゃあ一旦止めてみましょうか。はい、これで一回開けてみて、はい、ニンニクの塊がなくなってれば見える。お、ないですね。はい、じゃあしっかり混ざったところに、はい、ここでバジルの登場です。はい、はい、これ全部、これにそうたっぷり入れるんですね。はい、で、うん、はい、バジルは一度、はい、茎から葉っぱ外して、うん、さっと水洗いして溶いておきます。はい、はい、そしてミキサーの中へ。はい、これってどのくらいの、何回分のあれですか、ソースできますか？そうですね、だいたい 5,6 人前分ぐらいのソースはできるので、はい、今日レシピは2人分にしてたんですけど、もちろん他のお料理に使ってもらってもいいし、うん、あと保存も、まあ、ちょっとできるので、うん、はい、取っておくのもおすすめですね。はい、じゃあこれを入れたので、はい、回していきます。でここでちょっと注意なんですけど、はい、先に松の実とオリーブオイルかけて回したんですけど、バジルってミキサーの熱、回る時に熱が発生するんですけど、その熱に弱いのであまり回しすぎると黒くなっちゃうんですね。なのでバジルを入れてからは回しすぎには注意して、注意して様子を見ながらって感じですね。そうですね、はい、これどんな状態になったらっていうのがベストなんでしょう？バジル細かくなったら、細かくなったら、はい、はい、大丈夫そうです。はい、これ入れていいですか？はい、はい、すごい鮮やかなグリーンが。このソースなんですけど、もし保存するとき、はい、まあ、瓶とかに入れて保存するとき、うん、どうしても表面が酸化して黒っぽくなっちゃうので、はい、もし瓶とかに入れる場合は、この表面にオイル貼ってあげるといいですね。ソースを入れた後にオイオイル、オイオイル、はい、してあげるとオイルで蓋されて酸化しづらくなるので。そうなんです、はい、もし保存する場合は、はい、空気に触れないように保存してください。はい、はい、してください。はい、はい、じゃあソースが出来上がりました。はい、はい、続いてパスタですかね。はい、はい、の前に今日は、はい、具材でホタテを入れるので、その下準備を、はい、していきます。今日はこのホタテをさっと湯がいて、はいはい、ちょっと中がレアな状態です。
あー美味しい、はい、せっかく冷製なので、はい、これホタテじゃなくてもいろいろ結構アレンジできますよね。そうなんですよ、ジェノベーゼソースってね、いろいろ合うので、おすすめはエビとアボカドと、はい、この組み合わせも最強ですね。あとはトマトと生ハムとかも美味しいですね。あ、美味しいですね、はい、トマトと生ハムって聞くとトマトの冷製パスタの方ですね。あ、そうですね懐かしい、トマトはね万能ですよね。はい、あ、お湯沸いてましたので、ね、はい、ここにお刺身用のホタテを入れていきます、はい、本当にさっと表面を固めるような感じで20秒くらいですかね20秒くらい、はい、だいたい20秒ぐらいで、はい、は冷たいお水に、はい、はい、あげます、じゃあお水にホタテ取ったので、いい感じ、いい感じですか、はい、はい、これ食べやすい大きさにカットします、はい、半分ぐらいいいですかね。そうですね、ちょっと斜めにカットしてあげるといいかも。またね、ホタテが入ることで甘みも出て、子供みたいな質になるので、あ、いい感じじゃないですか。はい、はい、ありがとうございます。はい、じゃあ今日は冷製のパスタなので、はい、はい、カッペリーニ、カッペリーニ、はい、細い麺を使っていきます。お久しぶりです、カッペリーニ。久しぶりです、1年ぶりですかね。あ、ちょうど1年ぶりぐらいですかね。ですかね。わあ、懐かしい、夏にやった気がします。作りましたね、トマトの冷製パスタ。このカッペリーニの特徴なんですけど、はい、まあ、細さですね。ですね、そうめんくらいですもんね。そうなんですよ、細い分もちろん茹で時間も短くて、あと冷たくすると結構歯ごたえがあって美味しい麺なので、はい、おすすめです。はい、はい、これはちなみに何分くらい。これはね、2分茹でですね。2分茹で、はい、はい、お湯沸いてきましたので、はい、じゃあタイマーをかけて茹でていきます。いきます。さ、結構さ、普通の太いパスタだとね、鍋に入れるのも大変だけど、カッペリーニだとすぐふにゃーってなるから、わざわざパスタ鍋とかじゃなくても全然大丈夫です、あ、もうちょっとです。5、4、3、すぐですよね。はい、開けておきます。ありがとうございます、はい道を分けてもらって、はい、はい、じゃあザルに開けちゃいます。はい、はい、あとは冷水に当てていきます。これがっつりも冷やしちゃった方がいいですよね。はい、もうがっつり氷使って冷やしてっていう感じですかね。はい、冷えたので、はい、じゃあ次はしっかり水気を絞ってあげてください。これがね、大事なポイントです。そうですね、しかも意外とこうギュッてしても、そう、結構しっかりしてるので、ね、OK ですか。はい、OK です。はい、ありがとうございます。はい、じゃあそしたらこれもボウルに開けちゃいましょうか。開けちゃいましょうか。はい、はい、あとは材料を入れて混ぜていくだけなので、はい、はい、ここに先ほどミキサーで作ったソースですね。そうですね、ジェノベーゼソース。あー、大好き、ジェノベーゼ。はい、次ホタテを入れていきます。はい、ホタテもたっぷり入ります。はい、はい、あとはチーズですね。はい、すりおろしたパルミジャーノチーズ。パルミジャーノチーズ、はい、これもあればぜひ。入れるとやっぱりちょっと味違うんですか。そうですね、やっぱり熟成されたチーズなので、はい、旨味が増します。あとは塩コショウで味を整えていきましょう。はい、出来上がりですね、もう。はい、早い。それでは味が整いましたので、はい、早速盛り付けしていきましょう、はい、パスタの盛り付けは高くですね。はい、あとひねる、ひねる、ひねるのがまだ下手っぺなんです、私。でもまあ今日冷製パスタだから、こうなんか麺が細い分高さも、そうですね、うん、出やすいので、そんなにね心配しなくて大丈夫はい、どうでしょう。あ、いいですね、いい感じです。はい、で、あとはホタテ。はい、ホタテだ、忘れてた大事な大事な。はい、いや、これ具材がいっぱいだとどこに何乗せようかとかも楽しみですよね。そうですね、はい、こんな感じでどうでしょう。はい、
はい、そしたらじゃああとは、ま、飾りに松の実もちょっと散らしてあげて。いいですね。はい、いい食感になりそう。そうなんです、アクセントになるので。3、4個。はい、はい、あとはバジルの葉っぱもね、せっかくあるので、はい、上に飾ってあげて。おしゃれ。はい、あとは結構、はい、ジェノベーゼソースってこってりなので、うん、カットレモンを添えて、はい、ちょっと味変ですかね、さっぱりに。これでより爽やかになりますね。はい、はい、冷製ジェノベーゼパスタの完成です。はい、それではさやちゃん、はい、試食をお願いします。はい、いただきます。見た目がなんか爽やかなので食欲そそります。このバジルのいい香りもするので。うん、どうでしょうか。うーん好物ですね、やっぱり美味しいよ。今回ホタテをね合わせて作ったんですけど、ホタテじゃなくてもこういろんな具材で楽しめるんじゃないかな。どん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 こう想像が広がるので、ちょっと家でも試してみようかなと思いましたし、あとちょっと見た目以上に結構ちゃんとの味がしっかりしてるので、レモンをやっぱかけてあげるとまた味変でちょっとね気分転換にしながら食べれるので、ぜひ皆さんもね試してみてください。牧先生、今日の料理冷製ジェノベーゼパスタを美味しく作る魔法の一手間は何ですか。はい、バジルはミキサーの熱で黒くなりやすくなってしまうので、ミキサーのかけすぎには注意してください。はい、冷製ジェノベーゼパスタのアレンジ方法やアドバイスなどはありますか。はい、余ったジェノベーゼソースはカプレーゼのソースにしたり、あとは茹でたジャガイモとこう絡めて食べても美味しいのでおすすめです。いいですね、はい、カプレーゼと冷製ジェノベーゼパスタ並べるだけで食卓がね、あ、いいですね、明るくなりますね、はい、皆さんぜひ試してみてください。風味豊かでさっぱり食べやすい冷製ジェノベーゼパスタです。ぜひお試しください。料理ノート、今日は冷製ジェノベーゼパスタを作りました。牧先生の魔法の一手間をご参考にしてください。このチャンネルではこれからも美味しくて心も体も喜ぶ料理を紹介していきます。気に入っていただけましたらぜひチャンネル登録といいねをお願いします。それではまた次回お会いしましょう。